一分で名言、この道より我を生かす道なし、この道を歩く。この言葉は日本の小説家武者小路実篤の名言です。この言葉には自分の人生を生き抜くために必要な強い決意と信念が込められています。人生にはいろいろな選択肢がありますが、自分の人生を自分で切り開くためには自分の意思で進むべき道を選ぶことが必要です。この言葉は自己実現を目指す人にとっての励ましとなるものであり、困難に直面した時には自分が進むべき道を明確にし、その道を歩み続けることが重要であることを教えてくれます。この言葉を胸に自分の人生を自分で切り開いていくことが大切です。過去を変えることはできません。明日は今日の自分よりも成長した自分になろう。自分自身を信じ、目標に向かって一歩一歩進んでいきましょう。